ジショートカットでカットめのパーマで紫メッシュで後ろから見ればみんな同じおばさん。飛ばすでお出かけ平日久しぶり空いてる座席目指してつり替わり、おっと見つけた一番後ろ、そこのけそこのけ通して端っこ、ところが突然おばさん横取り、一人で二人分まるで関通り、おまけに両手にでっかい紙袋、腹の下にはでっかいあらほくろ、道はでこぼこ、おばさん揺られて一人でなんだかんだブツブツしゃべくって通り過ぎてからそこの停留所ちょっと下ろして、お家は錦糸町なんてわがままおばさん無理やり、パンチパーマのうんちゃん投げやり、おばさん降りてく後ろから見ればバリッとおばさん、髪型みんな同じショートカットで片面のパーマで紫メッシュで後ろから見ればみんな同じおばさん、ショートカットで片面のパーマで紫メッシュで後ろから見ればみんな同じおばさん、おばさんおばさんおばさん。の髪はなんでみんな同じ、固まって短く染みついた同じ、彼女もそのうちあんな風になるのか、頼むから同じ頭はやめて。おばさん昼間に集まるデニーズ、声も尻も顔もでっかい、いつもマイペース、周り気にせず笑いは懐中、お互い人の話聞かずに熱中、ちょっと待ってどこに行った10代の恥らい、開き直る前にそっと持ち上げておっぱい、もっと切って鼻毛も脇毛もすね毛も耳毛もへそ毛も腕毛も雨の日も日に日に小じわ白髪も増えるし、服もみんなにも化粧も気にしないし、そんなおばさん街中おばさんバリッとおばさん、髪型みんな同じショートカットで片目のパーマで